Linux においてシステムマップファイルとはカーネルが使用するシンボルテーブルである。シンボルテーブルはメモリ上でシンボル名とアドレスの対応関係を示す。シンボル名は値もしくは関数名である場合が多い。システムマップファイルはシンボル名のアドレスまたはアドレスの示すシンボル名が必要とされるケースにおいて要求される。とりわけこれは カーネルパニックや Linux カーネルウップスが発生した場合、そのデバッグの役に立つ。カーネルはコンフィグレーションにて Config c a ムズ e m s を有効化すると自身のアドレス名前変換を行う。この処理にはクシムウップスのようなツールはもはや必要としない。次の項目はシステムマップファイルの一部である。 C041BC90B パケットスクリスト C041BC94B パケットスクリストロック C041BC94B パケットソックスナンバー C041BC98ABSS ストップ C041BC98A エンド C041C000A ピコグラム0フフ 400A カーネルビシスコールフフ 410A シセンター リターンフフ4 2 0ーカーネル、シーグリターンフフ4 4 0ーカーネル、RT、シーグリターン、ナノメートルコマンドの出力結果そのものであることが理解できる。スペースで区切られたアドレスとシンボルの間の文字列は、そのシンボルの型を示している。ユニックスシステムにおけるナノメートルユーティリティプログラムは、オブジェクトファイルからシンボルをリストアップする。 システム、マップファイルは直接これと関係しており、すなわちカーネル全体にナノメートルコマンドをかけ、その出力結果をこのファイルに書き出したものであることがわかる。それはカーネルよりももっと小さいオブジェクトファイルに対し、ナノメートルがシンボルとその型をリストアップすることと同様である。カーネルビルドのプロセスを含めて説明すると通常、 リナックスカーネルビルドの最終段階に到達すると実行ファイル VimLinux が生成される。このファイルに対しナノメートルコマンドを実行し、その出力結果をシステムマップファイルとして生成する。ちなみにシステムマップ生成後は VimLinux からシンボルがストリップされ特殊なコードをリンク圧縮し、字曲げもしくは無事メージというファイルが生成される。 これが通常目にするカーネル本体である。アドレスはコンパイル時に決定されるため、カーネルビルドの度にシステム、マップファイルが生成される。型のいくつかを説明する A 絶対アドレス B、または B 未初期化、データセクション D、または D 初期化済みデータセクション G、または G 小さいオブジェクト用の初期化済み、データセクション IDLL 特有のセクション N。 デバッギングシンボル P スタック削除セクション R、または R 読み取り、専用データセクション S、または S 小さいオブジェクト用の未初期化、データセクション T、または T テキストセクション U 未定義。V、または VOI オブジェクト W、または W タグ付けされていないままの弱いオブジェクト、A out オブジェクトファイルにおける、スタブシンボル シンボル型不明カーネルのビルドが正常終了するとシステムマップはカーネルソースコードのトップディレクトリに作られるがいくつかの上位のソフトウェアインストレーションステップによりその他のディレクトリにコピーされうる。またブロックカルセムズは Linux カーネルバージョン2.571以上のシステムにおいて読み込まれているシンボル名とアドレスを表示する。それは システム、マップファイルの一部に相当する。ありがとうございます。